皆さんこんにちは、のりこです。今日は100均のジェルの新しい色を変えたので、ちょっとサンプルを作ってみたいと思います。今日はマリベンコ風のなんか大きなお花を中心に描いてみようと思うんですけど、その時 の、 あの参考になるように説明したいと思います。ベースカラー一番無難なのは白ベースにピンクの花にするかブルーの花にするか、お好みで描いていくのが簡単だと思います。それで、どんな感じで描いていくかっていうのをここにちょっと図を描きました。2つ花を描く場合は対角線上に描いて、3つの場合は三角形に、4つの場合はこう囲むような形で考えると一番簡単かなと思います。で、同じ1つの絵の中に2色以上の色を使いたいとき、お花のベースの色ですね、それの場合は、5個目を真ん中にしてみました。これですね。で、それで中央の色を変えて、さらにそのさらに真ん中の色を黒っぽい色にすると、なんかそういう感じの大きなお花ができます。基本的にはすごいきちっと描くというよりは、割とハート型の山みたいに描くとうまくいくと思います。ではやってみます。で、フット用の形のサンプルチップを用意しました。あと筆はライナー筆なんですけど、そんなに細い筆じゃなくても大丈夫です。あとこちらがウッドスティックなんですけど、薄めに削って、さらに刀型にちょっと、刀の形になってるんですけど、刀の形になってたり、あと薄くして丸くしておくと、失敗したりした時に実際にやる時はこういうのがあるととても便利です。今回使う色はネオンピンクとスカーレット、ちょっとオレンジ系、画像で見るとわかるかわかんない、赤とオレンジの混ざったような色を使って、で中心を一応マスタードにして、あと100均からも黒のジェルが出てるんですけど、ちょっと買うことができなかったので黒は違うジェルを使っています。ちょっと色を出してみます。この色はスカーレットなんですけど、時間が経つとちょっともうちょっと赤っぽくなったような気がします。あとネオンピンクもすごい派手ですけど、お花にしたらちょっとかすごい色ですけど可愛いんじゃないかなと思って、こんな形で出します。その都度でいいんですけど、ちょっと今は分かりやすくするようにどんどん置いていっちゃってます。このマスタードはちょっと地味なんですけど、まあ中央部分に黄色が欲しかったので出しました。では早速描いてみます。まあ、一番簡単なものからいきますね。この端っこのところに描きます。こうハートを描くように描くのが一番簡単ですね。2回でハートを描いていきます。もっと大きくてもいいかな。結構対角線上に描くって言っても1個は大きくても大丈夫です。あと全部同じ大きさにならない方がいいですね。大きかったりちっちゃかったりっていう花びらが多いので、ちょっと冒険しながら楽しみながら描くと、この大きなお花は可愛くできると思います。こんな感じでいいかな。で、1回固めてから真ん中の黄色を置くということにします。今度は反対側にピンクで描いてみます。ピンクもすごいかなり明るいピンクなので可愛らしい花ができます。まあ、あとお好みで3個でも4個でも描くことができます。ちょっとお花がいっぱいっぽく見える方がいいので描いちゃいます。ピンクが硬化しました。そしたら中央部分に黄色をのせていきます。
で、しっかり固めたら中央部分に黒いドッツを打ちます。ちょっと線みたく打ってもいいんですけど、横に引いてる感じですかね。まん丸よりはちょっと楕円みたいな感じにしても、あとはお好みですね。あと枝みたいのをちょっと描いた方がつながりがいいかなと思って、私はこれ円で考えると、こうなんかつながりを考えると、こう迷ったらこうつながってる感じにしてます。なんとなく目が落ち着くかなと思って、でも自由にあの違う方に出しても大丈夫です。こんな形でピンク の、 あの大きな花のマリメッコ風ネイルができました。青いネイル、青いお花を今度描いてみます。青い濃淡のお花を描いています。ブルーは購入できたんですけれども、ネイビーとか他の色は購入できてないので、ブルーと白を混ぜて青と少し水色がかったブルーの濃淡で仕上げています。真面目すぎちゃってちょっと大きさが同じになりがちなので、大きかったりちっちゃかったり、ちょっと自由な感じのお花の方が可愛らしくできます。あと中心部分を黄色にしたり、ちょっと青に白を混ぜて少し薄いのもつく、少し薄めのブルーにして作ってみます。なるべく大きなセリアに行った方がいいかもしれませんね。じゃあちょっと整えて固めます。サンプル完成しました。フットネイルを行います。このテーピングのテープを親指にして、ジェルがうまく塗るようにしています。すでにフットバス入って、これから消毒してスタートします。完成しました。涼しい夏にぴったりのネイルになりました。本日もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。